ちゃうの人と一緒にやるの嫌いなんですよ。一人が好きなんですよ。移動の日もあるからもうほとんど、そうね、1年のうち3日に2日歌ってたし、そうですね。原発から40〜50キロのところにあるんですよね。僕らが戦後歩んできた道は本当これでよかったのかなっていうのを、去年の11月にやっと還暦になってですね、ありがとうございます。ちょっとも嬉しくないんですけどね、還暦になってからってまた一歩死に近づいたなっていう、そういう感じですけど。カンパー、知らないぞ。